スーパーなどで販売されている食品の内容量が正しく表示されているのか、県が白石町のスーパーで立ち入り検査を行いました。表記量は193、みなかけ量は203。 OK です。スーパーの肉売り場で商品を手に取る県の担当者、内容量の表記が正しいかを確認する県の立ち入り検査です。今日は白石町と江北町の2店舗で肉や魚、野菜などランダムに90の商品を検査、実際の重さとラベルの表記を確認した結果、すべて適正だったということです。皆さんが商品を買われるときにですね、表記されている量にきちんと測って売られているかということを確認しております。検査は計量法に基づき毎年夏と冬に行われていて、県内20の市と町のうち、町は県が、市は各自治体が担当しています。県の検査は今月24日まで続き、結果は来年1月頃に県のホームページで公表されます。